ちょっとその初日と全然違って風が風やばいですね。ちょっとものすごいという感じで終わった後帰ってきた時こけそうになりましたね。もうそれぐらい強すぎてすごかったですね。うん、いやそんな中冷静にその中断確保というのはうまくそうですね、うまく、まあ、前からと思ってたんですけど、うん、前取れなかったんですけど、まあ、中断取れたんで、うん、もう中断中断回っていけるとこからっていう作戦もあったんで、うん、その作戦通りでしっかり大阪取ってくれたって、うん、助かりましたね。本当にそれにつきますね。まあ、でもバックぐらいそのまあ、風ものともしないけどいいスピードで、いや風もすごくて、うん、まあ、タイミングを測って自分のタイミングで行けたんで、ああやっぱ外に出た瞬間にもう風、うん、もろに来て、あ、行けるかなと思ったんですけど風の分多分かかりきれてない状態だったと思うんですよね、うん、今日は結構先行、いやでも、まあ、きついこの体格があるから気にならないのかなと。いやこの体型だと風受ける面積が多いんで逆にタコみたいになってるから飛ばされるかなと思ったんです。でもまあちゃんと踏めたんで、うん、はい、状態は良くなってきてると思います、うん、はい、実際その佐世保記念がちょっと落車あった後、はい、その大宮とここのグランプリシリーズとこう、はい、走り詰めというかそんな中徐々にこのそうですね、うん、徐々に戻ってきてるって感じはあるんですけど、うん、まあでもちょっと一時の時よりかはまだ、うん、あれですね、戻りきれてないんで、うん、まあでも走ったら戻すしかないんでもうしょうがないですね。今はもう我慢して、うん、頑張って走りますね、うん、本当に復活してほしいし、その弟子の中島さんが話題を集めているところなんで、うん、おかげさまでありがとうございますうちの弟子が気にしていただいて後半ぐらいから S 級で多分上がってきて、そうですね、来てくれれば、うん、嬉しいんですけどね、うん、まあ、中島も頑張ってるんで、はい、はい、応援お願いしますもうあとはだから菊池君という菊池が出てくるんで、うん、はい、それすごいことになりそうなんで気にかけてください、うん、ありがとうございます。いやもちろんその中で長野で中心になっていやそう上原さんいてくれないと柿沢もいるんで、あ、はい、柿沢さんが確かに今ブレイクしてるんですね。はい、柿沢もいるんで、うん、まあ、一緒に頑張れたらいいなと思うんですけど、うんうん、はい、ちょっと長野より盛り上がり、はい、切り止めてくださいありがとうございます